ショートの頭上を越える、ランナーホームイン、変化球捉えた、三塁ランナーホームイン、三人帰ってきました。落とした、リングを磨いてきたという今里高校、スライダー、スライダーを運びました。そのスライダー、あっとこれは空振り三振。中に入ってきた、スルー打球、先制大阪桐蔭高校。いい当たり、センター前、5点目、空振り三振、スリーアウト。ランナースタート、いい方向に深いライト落ちる、俊足でお返ってきた、同点。9回の裏、大阪桐蔭追いつきました。藤原、左中間空いている、抜ける、さあランナーの落ちはどうか、サニバール後ろボールの、それを誤った、ホームイン、サヨナラ。延長12回の裏、大阪桐蔭3対2、逃げ切ったキャプテン貞本。強い打球、やりました。先制したのは智弁和歌山、2点目が入りました。2対0、捉えた、越えた、7回の裏、大阪桐蔭勝ち越し。しぶとく破る、さあ三塁を蹴ってくる、もう1点加えました。5対2、詰まった、スリーアウト、試合終了。大阪桐蔭史上3校目春連覇、2年連続3回目の選抜優勝です。中川君は去年の夏の非常に悔しい出来事から新チームキャプテン、そしてこの選抜の優勝、思いもひとしおじゃないでしょうか。一つは先輩のためにってことがあったんで、今もアルプスに先輩が見えたので非常に嬉しいです。